まずこれ白銀電気って金属でできてますから、プラスを近づけたらこれ普通マイナス、反対側の電気が集まってきて、でプラスが遠くに逃げていきます、ね、遠くに。だからこのプラス同士の積力で白が開くと、まあ、これは普通の白剣電気ですけど、今回人がタッチしてる、人がタッチしてると何が起こるかですけど、まずマイナスが集まってくるのは間違いありません。なんならもっと地球から人からもマイナスが集まってくるぐらいの感覚で OK です。ただ一方でさっきプラスが逃げたけど、もっと遠くに逃げようぜっていう発想になるんですよ。だからこっちには行かずにプラスの電気はこう逃げていくことになります、はい、なのでこれ結局白は開きません。なので答えとして正しいのが丸1番、次が丸ありましたね。閉じていた白は手を離しても変化せずって書いてあるのは、これ手を離したってこのプラスとマイナスが引き合ってるからですね。これはまるでコンデンサーのようにプラスとマイナスは強く引き合っています、はい、でガラス棒を遠ざけると書いてます、はい、これをなくすとこの子たちはここに集まっている意味がもはやなくなりますんで、お互いの反発力でまあちょっとあっち行けやいう感じで一部が白の方に追いやられまして少し開くことになりますね、はい、ということで答えは丸の1番、はい、で次の問いがむしろ普通の今までよくやってたやつです。プラスを近づけると静電誘導が起こってマイナスが集まってきてプラスが逃げます。これは先ほど話した通りです。でこの状態で手で触れます。はい、手で触れると一旦は白の方に避難したこの子たちですけど、いやこっち通った方がもっと遠くに逃げれるよねということで、ここのプラスの電気がなくなります。これで一旦白が閉じるわけですね。白が閉じる、であと同じですよね。これ手を離して、でガラス棒を遠ざけましたらマイナスの電気が白の方に移動します。で少し開きます。で、まあ、せっかくというからちょっと付け出しておくと、この白剣電気ってすごい白剣電気なんですよ。何がすごいかというと近づける電気の種類まで判別できるんやな。例えば先ほど近づけてたやつみたいにプラスの電気を近づけたらここのマイナスが戻りますから白が閉じるわけですよ。じゃあ逆にプラスじゃなくてマイナスの電気近づけたらどうなるか、ここにあるマイナスの電気もこっちに移動するから、これ白もっと開くんですよ。すごいでしょ。だからマイナスの電気を帯びた白剣電気は異符号の電気を近づけたら閉じるけど、同符号の電気をつけたらもっと開くっていう感じで、近づける電気の種類を、まあ、区別判別することができる白剣電気に進化したっていうと、また生物の先生が怒られるけど、はい、まあまあレベルアップしてるよってことですね。